マイタウン市川、田中芳徳です。今回は教育特集のパート2、確かな学力をお送りします。それではまずはこのコーナーからいきましょう。市内で緑豊かな自然の環境が楽しめる場所といえば、そう、大町レクリエーションゾーン。この大町レクリエーションゾーンはある自然の姿を生かしたレジャースポットなんですが、ではその自然の姿とは何でしょう。 A 八つ、 B 干潟、さてどっち。 B。 じゃあ B で、干潟で。 A、 A です。答えは A、 八つです。大町レクリエーションゾーンは市内で唯一八つ本来の環境が残されている場所です。名前は永田八つ。夏の夜には小樽鑑賞会も行われるので、ぜひ足を運んでみてください。続いてはトピックスのコーナーです。6月28日、男女共同参画センターで街角ミュージアム都市づくり懇談会が行われました。近年、街を徒歩でゆっくり回って観光を楽しむスタイルが人気を呼んでいます。市川市では市川ママ地区を誰もが気軽に散策を楽しんでもらえる街にするために、地域の住民と一緒に考えながら街づくりに取り組んでいます。この取り組みは地域に点在している文化施設や民間の店舗など魅力ある観光資源を埋もれたままにするのではなく、積極的に情報発信を行うことで町の活性化につなげていこうというものです。懇談会は昨年から2ヶ月に1回の割合で開かれ、市民と一緒に町をもっと楽しく面白くするためのさまざまなアイデアなどを自由に議論してきました。今回は歩いて楽しい街づくりをより具体的に進めていくために、ホームページの立ち上げや簡易マップと街の将来図の作成など、取り組む活動ごとに参加者のグループ分けを行いました。訪れた人々に市川ママ地区をもっと理解し楽しんでもらおうと、地域に住む住民ならではのアイデアや活発な意見交換が行われていました。今回はゲストとして参加した千葉商科大学政策情報学部の小栗教授や NPO 法人コミュニティアート船橋の下山さんによる講演も行われ、こうした取り組みを継続して進めるためには若い世代の担い手が必要との意見が出されました。歴史と文化に彩られた市川ママ地区はぶらりと気軽に街歩きが楽しめる場所であり、アイデアと工夫次第でもっと魅力的な場所になる可能性を秘めています。誰もが歩きたくなる街を目指す街角ミュージアム都市づくり懇談会は、次回は8月2日を予定しています。6月29日、市長室で水・土壌環境保全活動功労者表彰に伴う表彰状の伝達が行われました。この表彰は水・土壌環境の改善や保護に関わる分野において貢献した個人・団体を表彰し、その功績を称えるものです。今回、長年にわたって春木川の水質浄化に取り組んできた春木川をきれいにする連絡協議会に対して、環境省水・大気環境局長より表彰状が市に送付され、今回の表彰式となりました。表彰状の授与では、代表者の箕輪和夫さんらが出席し、千葉光之市長より賞状が贈呈されました。春木川をきれいにする連絡協議会は、春木川とこの川に流れ込む排水路の水質を保護しながら、住みよい環境と河川の公共性を守ることを目的に平成2年に発足した団体です。主な活動は、市と共同でゴムベラや土紙を配布し、住民意識の高揚を図ったり、川の調査研究に加えて河川にゴミや汚水などを捨てない運動や、小中学校での環境学習で
生活排水対策の啓発を行うなど、地域に根ざした活動を続けてきました。代表の箕輪さんは、今後も様々な活動を通して市川の川を守っていきたいと語っていました。東山海域記念館では現在2006年第2回通常展が行われています。今回の展示では自然の中の喜び夏と題して、京都の風景を描いた夏にいるや、皇居吹上御所のために描いた万緑新たの中下図など、夏にちなんだおよそ20点の作品が紹介されています。東山さん、昭和25年に描いた代表作道という作品があります。画面に一筋の道だけを描いた作品、それ以来東山芸術では道というのを、まあ、主題にした作品というのが時間を経て時折登場いたします。朝もやに煙る山、新緑あふれる谷、高原を吹き抜ける風など、来館者も東山作品に込められた絶妙な色彩の変化に見入っている様子が伺えました。また会場内では、これまでほとんど知られていなかった1950年代の貴重なスケッチも特別展示されています。今回の通常展自然の中の喜び夏は9月3日まで開かれています。東山画伯が自然の中で出会った夏の風景や季節の美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、トピックスのコーナーでした。こんにちは、マイタウン市川さくらかなです。今回は教育特集の第2弾、確かな学力をお送りします。市川市の学校教育の全体像についてはパート1でご紹介しましたが、今回はその中の確かな学力にスポットを当てていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では改めて確かな学力についてご説明していただけますか。はい、わかりました。確かな学力は生きる力の知的側面を表す言葉です。はい。学習への興味関心意欲はもとより、知識技能、思考力判断力、そして表現力などを包括しています。別の言い方をすれば、基礎基本という言葉に置き換えることもできます。本市の学校教育3カ年計画では、豊かな心、健やかな体、信頼される開かれた学校とともに重要課題に位置づけており、各学校では年次計画を具体的に立てて基礎基本の定着、学力向上の取り組みを進めています。では早速どのような授業が行われているのか見ていきましょう。まずは学力向上推進校です。学力向上推進校になっているのは2つの幼稚園、8つの小学校、2つの中学校です。ここ吹島小学校も学力向上推進校として取り組んでいる学校の一つです。この学力向上推進校というのはどういうものなんでしょうか。はい、市川市では、各学校で、創意と活力のある学校づくり事業により、特色ある教育活動の充実を目指して授業改善を推進しています。その中でも中心になって
授業改善のための研究に取り組んでいただいているのが学力向上推進校です。研究活動の成果を市内の各学校へ広げる役割を担っていただいています。研究の取り組みとして公開研究会などを行い、授業の内容に関する協議を通じて教職員の指導力の向上を図っていきます。取材に訪れたこの日、5年生は全員体育館に集まり、オゼについての研究発表会を行っていました。オゼ沼やオゼヶ原を取り巻くようにバスで行ける道路ができています。この夏、吹島小学校の5年生は民間学校でオゼに行きます。国語の授業を発展的に扱うことによって、現地での学習をより充実したものにしようと工夫しています。今回は学級ごとにテーマを作り、人とオゼの関わりなどを調べました。研究発表会では友達の話をよく聞き、自分の考えをしっかりまとめている様子が伺えました。続いて 3S の取り組みをご紹介しましょう。この 3S というのはどういった意味なんでしょうか。はい、 3S はスクールサポートスタッフの頭文字を取った通称です。各学校学級のさまざまな問題への対応や多様化する教育活動の充実を図るために、各学校の校長先生の要望に応じて教育活動の場面を支援するスタッフを配置しています。きめ細やかな指導、個に応じた指導の充実、教育活動上の安全確保などの面で特に効果的であるとの報告を受けています。スクールサポートスタッフの人数はその学校の状況に合わせて決められます。ここ市川小学校では一人のスクールサポートスタッフが週3回授業の補助などを行っています。授業の補助だけではなく、業界休みなどにはこうして子どもたちと思いっきり遊んだりもします。学校の先生とはちょっと違う先生がいてくれるというのは、学習活動の充実につながるだけでなく、子どもたちの学校生活に安心感も与えているようです。よりきめ細やかな指導が共通していることだと感じました。続いては英語の授業を見ていきましょう。小学校から英語教育に力を入れているんですね。そうですね、国際化が進展する中で、コミュニケーションの手段として、外国語を身につけることが教育課題の一つになっています。中学校における外国語教育への接続、つながりの面から、小学校においても異文化や外国語に触れたり、英語による、コミュニケーションの楽しさを味わったりすることを大切にしています。今のところは中学校の学習への橋渡しとしての活動で、いわゆる外国語教育ではありません。指導内容は学校のプログラムによりますが、子どもたちは英語を使ったゲームやジェスチャーなどの活動を通して、挨拶や自己紹介の仕方、数の数え方などを学びながら英語活動に親しんでいます。そうですか。市内すべての市立小学校ではこうした英語の授業があり、そのうちのほとんどが1年生から行われています。これは曽谷小学校4年生の英会話の授業ですが、何か気づきませんか。 We're gonna divide 7 groups 7, 1 group, 2 group, 3 group, check it 7 groups。 そう、先生はほとんど日本語を話していません。こうして先生がずっと英語で話しかけることで、英語は日本語と同じ言葉なんだというのが子どもたちにも伝わっているようです。少し難しい表現もあるようですが、ゲームを取り入れたりしてみんな英会話を楽しんでいるようです。
現在市内の私立小学校では英語会話指導員または ALT が英語会話などの指導を行っています。ところで指導員の役割についてはいかがでしょうか。そうですね、指導員の役割ですが、指導の実際は担任とのチームティーチングで行っています。また指導内容を改善したり、教材を準備したりすることにも積極的に関わっていただいています。はい、中学校になるとより本格的ですね。この ALT というのはどういうものなんでしょうか。はい、この授業は外国語指導助手を中学校に派遣して外国語担当教員とチームティーチングによる指導を行うものです。中学校の全校に、配置しています。はい、中学校のすべての学級で週1回以上、外国語指導助手が入った授業を行っています。はい、この ALT はどういう意味なんでしょうか。はい、これはアシスタントランゲージティーチャーの、略称です。はい、ALT は、全員がネイティブスピーカーですので、生徒は教室にいながら、外国を体験できるわけです。外国の青年と直接英語で話すのですから、心理的な側面も含めて英語によるコミュニケーション能力を高めることが直接の目的となります。市川市の市政のキーワードになっているのが地域ですが、学校教育でも地域とのつながりを大切にしています。それが学習支援クラブです。地域の大人が学校にやってきて先生になります。さくらさんがお邪魔した大和田小学校の5年生も林間学校で尾瀬に行くということで、尾瀬の自然について事前学習が行われました。先生になったのは東京電力の竹内純子さんです。昨年11月にラムサール条約湿地に登録された尾瀬、実はそのおよそ7割は東京電力が所有しているって皆さん知っていましたか。竹内さんは尾瀬保護活動担当として実際に現地での活動を行うほかに、全国の学校へ出向いてこうして尾瀬の自然を子どもたちに紹介しています。子どもたちみんな積極的に生き生きと質問していました。今回は企業の方が先生となって来ていただいてたんですが、こういう経験子どもたちにとってとてもいいことですよね。そうですね、とても貴重な経験になっていると思います。年間を通して場面場面で地域にお住まいのおじさんおばさん、そしておじいちゃんおばあちゃんと大勢の方々に協力していただいています。はい、この学習支援クラブの目的というのはどういったところにあるんでしょうか。はい、目的については経験豊かな地域の方々や高い専門性を有する方々に授業に参加していただくことにより活動がとても充実します。このような取り組みは外部の方々に学校の様子を知っていただく機会にもなり、学校の学びを開くという面でも大切だと考えています。じゃあいつもの先生と違う方からお話聞いて、どんなところが良かったかな。良かったところは意味も分かりやすく言ってくれたり、例を挙げてくれたりするからとても分かりやすく授業ができました。先生と違って専門のことだからいろんなことを知っててよかったです。今回ご覧いただいたのはほんの一部なんですが、この他にも取り組んでいることたくさんあるんですよね。そうですね、この他にも、少人数の学習指導、そして IT を活用した、授業、そして特別支援教育など多くの取り組みを行っています。また子どもたちが登校しない夏休みを利用して、教育センターや各学校でも、各地の研修会に取り組んでいます。長期の休みに行われる研修会以外でも他校の先生も参加できる公開研究会などを開催しています。子どもたちにより良い授業を提供し、
保護者のニーズに応えられるよう先生も切磋琢磨しています。それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、本市ではこれまでもより良い学校づくりを目指してさまざまな事業を推進してきましたが、本年度からスタートした市川の学校教育3カ年計画は、各学校での教育実践の成果と課題をより具体的に、そしてより明確にするための取り組みですので、保護者の皆様、地域の方々には、各学校の教育活動の充実に一層ご期待いただき、オープンスクールなどの際にはぜひご参観くださるようお願いをいたします。今後ともご理解と ご協力よろしくお願いをいたします。市川市からのお知らせです。パートナーシティローゼンハイムと花の都パリの旅、市民親善訪問団の参加者を募集しています。今年はローゼンハイム市の秋祭りハーベストフェスタを見学するほか、フランスのルーブル美術館やベルサイユ宮殿なども観光します。日程は8月21日から29日の7泊8日。定員は20人から30人を予定しています。費用は1人41万8000円です。参加ご希望の方は7月14日までに市川市国際交流協会にお申し込みください。